じですね。 Hi everyone, this is Baker Sachi. 皆さんこんにちは、パン屋のさっちゃんです。今日はですね、自宅で簡単にできる、これ以上で簡単にはできないというぐらい簡単に、できる、そして本格的な、ピザの作り方をご紹介しようと思います。最近ですね、自宅にいられる時間が長いので、皆さんパンを作って楽しまれてる方っていうのが増えてきてね、私自身はパン作るのがすごく好きなので、そういうお話ができるのがとっても嬉しいんですね。それで、以前の動画でね、ピザを作る、ご家庭で簡単にこういう風にピザ作れますよっていう風な、動画を別に、作ってご紹介したんですけれども、それはね、天然酵母を使って、作ったピザだったので、すごく美味しそうなんだけど、やっぱり天然酵母って難しそうっていう風なね、ちょっと敷居が高いっていう、そういうお声をいただきました。それで、今回はもうインスタントドライイーストを使って、とにかく簡単に、もう簡単にっていうところを追求しました。だからこれ以上簡単にできないっていうぐらいのところまで、突き詰めて、それでいてでも美味しくないという意味がないのでね、美味しいピザを、ご紹介したいと思います。割と自宅でね、作るストレート法のパンとかピザってちょっと生地が硬くなりがちなんですよね。でも今回のは本当にふわふわなんで、見ていただくと分かりますけれども、とっても簡単で、とってもパリッとね、焼きたてはパリッパリッっていう風な音がします。切るとこなんか見ていただくとパリッパリッって音がしてます。だけど 外側パリッパリなんだけど、中側もちもちの柔らかい生地なのでね、ぜひ、トライしていただきたいなと思います。ということで、早速材料のご紹介からいってみましょう。どうぞ。材料のご紹介からです。まずね、ボウルの中に、あらかじめ測っておきましたけれども、ここにあるのが、小麦ですね。今日は準強力粉を私使ってますけれども、強力粉でももちろん大丈夫です。それから下の方から、お塩ですね、それからインスタントドライイースト、こちらはお砂糖、少し、お砂糖入れてあります。そしてお水ですね、ここにお水が入ってます。でですね、またいつものように詳細は、概要欄の方に貼っておきますので、そちら参考してみてください。でね、今、これを先に、こういうふうにね、混ぜます。お水をね、混ぜる前に他のものを先に混ぜておいてください。簡単でいいのでね。でそこにお水を入れます。全部いっぺんで大丈夫です。そしたらスパチュラでね、ボールをこんなふうに回しながら、はい、混ぜていきます。粉気がなくなるぐらいまで混ぜれば大丈夫なんです。こねなくても大丈夫。よいしょ。でね、最初のうちはどうしてもお水がね、十分にこう全体的に混ざるまでは、下の方にね、粉気っていうのがどうしてもこう溜まってるんですよね。なので下の方から時々こうやってね、ひっくり返すっていうのかな、はい。でそんな風にしながら混ぜていくと、だんだんこう固まってきますよね。そしたら固まってきたなと思ったらですね、それをこんな風にして切りながら、スパチュラで切りながら、そうすると切ったこの断面っていうのがね、ベタベタしてるんですよ。お水をね、含んでるのでベタベタしてる。そのベタベタしてるところをこう下に向けると、そのベタベタしてるところが残った粉をこうくっつけてくれるので、割と早めにね、全体的に馴染みます。そうこうしてるうちに、ほら、もう粉気なくなりましたね、はい。そしたら、先ほど言ったようにこう生地を切りながらね、混ぜていきます。もうこんなんで大丈夫なんですけどね、はい。で今もう一塊になりましたね、粉気もないです、はい。そしたらこの周りについてるやつも全部この中央のね、生地にくっつけて、もうこれだけだから、測ってる時間も入れても、10分もかからないぐらいです。でこれをね、ラップかなんかをして乾燥しないように、覆ってね、お皿を乗せるでもいいです。なんか覆って、でこのままね、冷蔵庫で発酵を取ります。本当にこれだけ、簡単でしょ、はい。では冷蔵庫いきますね、はい。それではですね、これほぼ丸一日冷蔵庫の中でほっぽっておいた状態のものを、40分ぐらい前かな、室温に出したものです。ちょっと中見てみますね、はい。こんな感じです。ちょっと発酵してますよね。冷蔵庫の中でも少しずつ発酵するんです。でこれをですね、こねないんだけれども、今ね、グルテンがね、こういう風にね、伸びるでしょ、こうやってグルテンができるとこうやって伸びるようになるんですよ。でグルテンはできてるんだけど、このグルテンがもうちょっと強いグルテンにしたいので、1回だけね、こんな風にします。ちょっとね、こうやってボウルにお水を用意するでしょ、
で指先をこうやって濡らして、でね、この端っこをちょっとね、あの掘ってこうやって、指先を入れたらぐーっとこうやって伸ばすとね、伸びるんですよ。あんまりね無理に伸ばさないで、少しずつだましだまし伸ばしてください。切らないようにしてくださいね。はい、で伸ばしたらこれをこうやって折ります。はい、でボール回して、これね四方から4回やりたいんです。ぐーっと伸ばしてね、でまた折る、はい、ボールまた回す、はい、伸ばす、伸ばしたら折る。でね、だんだんね伸びる範囲が少なくなってきます。グルテンってね、こうやってね、なんていうのかな、力を加えるとだんだんまた硬くなるんですよ。硬くなって強くなるのね。はい、で最後の1回ね、最初みたいに伸びないでしょ。でも無理して伸ばして切るよりは、できるところまでこうやってね伸ばして折るだけで大丈夫。そしたらね、これ、裏と表、上と下かをこうやって返しますね。でここの面をちょっと貼るような感じで、こういう風にね、はい、つるっとさせます。この端をこうやってね、ここの指のところにこうやって折り込んであげるとね、表面が張っていくので、ちょっとねそれを何回か、 2,3 回でいいと思う、やったら 2,3 回というか2週かな、2週か3週やったら、こんな風にしてつるっとした面を上にして置いてください。でこれをね1時間どのくらいかな、今の室温だと2時間くらいかな、ちょっと時間はまた後でお知らせしますけども、このままこうやってまたカバーをしてね、乾燥しないようにカバーをして、それで、室温で放っておきます。そうするとね、ぐわーっとこう膨れてきて、とっても美味しくて、パリッとしたピザの、ね、生地ができるので、ちょっと見ててくださいね。はい、では3時間半経ったのがこんな感じです。だいたいね3時間から3時間半ぐらいで、いいと思います。すごくねふわふわに、なってます。膨れてますよね、最初と比べるとね。でペタペタするけどだいぶ柔らかくもなってます。で今からこれを使ってピザを作っていくんですけれども、その時に用意しておく材料っていうのを先にちょっと紹介させてください。まずね、ピザを焼くためのこういう鉄板ね、網で焼いてもいいんだけども、鉄板の方が、一般的かなというか用意しやすいかなと思って今日は鉄板にします。で鉄板はね、いろんな形があると思うんですけれども、お使いの鉄板を用意してください。丸いのがあったりとか、ここにあるんだけど、ね、こんな丸いのがあったり、トースター用のこういうね、正方形のがあったりすると思うんだけども、お好きなものでいいので、それを使ってください。それとピザの上にこう乗せるね、ピザ生地に乗せるピザソースね。で今日はね簡単なピザっていうのを歌ってるので、ピザソース買っちゃおうと思ってたんだけど、あいにくピザソース売り切れてたので、ちょっとさっきね、即席で作りました。もしこれのレシピも知りたいという方は、詳しい材料ね全部概要欄の方に置いておきますので、書いておきますので、それを、よかったら見てください。はい、じゃあピザソースでしょ。あとは上に乗せる具材、これは本当に好きなものを、乗せていただいて、いいんですけれども、今日は私ねこのガーリック、自分が好きなので、2つ分ガーリックをね2かけスライスしてあります。あとはピーマンと、これはオニオンスライスね、あとソーセージのスライスです。そして、チーズね、これも好きなチーズでいいんですけど、私は今日チェダーチーズを使ってます。あとねモッツァレラチーズ、これ大好きなんですよね。はい、今日はねすごい、ほら見て、お得なやつを買ってきましたなのですごい嬉しい、いっぱい食べれる。今日はねこれの3分の1ぐらいを使います。だから多分150ぐらいだな、450って書いてあったから、150ぐらい使います今日は。こっちは多分ね200弱ですね。はい、また詳しいこと概要欄に貼っておきます。ということで今から作っていきますね。じゃあ一旦これ溶かします。それでですね、ピザの生地を、こうボウルで用意してるでしょ。でこれを今この焼く鉄板の上に、移して、そこでこうピザを作っていきたいんですけれども、まずね手粉って言って強力粉がいいんだけど、強力粉をね最初少し上にこういうふうに振っておいてください、ね、そして、はい、これをこっちに移すんですけど、この鉄板の上にもちょっとだけこういうふうにして粉を振っておきましょう。あとでねくっついちゃう時があるの、焼いてる時にね鉄板と生地がくっついちゃう時があるので、軽くでいいので、鉄板の上に、
粉をしておきます。そしたらですね、こういうあの薄いものがあればそれを使って少しこういう風に端をね、こういう風にして落とす、剥がしておくといいんですけど、もしこういうのなければこういうなんです、なんだっけこれ、また名前が最近出てこないんですよね、はい、こういうものを使ってね、こう周りを気持ち剥がしておいてください。はい、そしてこれをひっくり返すと、ボールがねふっと軽くなる時があるので、はい、今ここに落ちましたね。だこっち側にも気持ち粉を振りましょう。パパパパパ、はい、もうちょっとやっとこうかな。 OK、 こういうふうにねパッパッパってこういうふうにね指をねやると、あの粉がね一箇所に固まらないで、全体的にいきます。そしたらねこれをねそーっとこう持ち上げて、すごい柔らかいんだよこれ、気持ちいい。これをね、ひっくり返します。よいしょ。そしてここの縁のところっていうのは、今この中ねすごくあのガスが溜まってて柔らかい状態なんです。だからガスをあんまりねぎゅうぎゅう押して潰したくないのね、せっかくガスがこう溜まって柔らかくなってるのを固くしたくないので、この縁の部分は、なるべく触らないようにして、この真ん中だけを少しこう潰して伸ばしながら広げていきます。じゃ今ちょっとやってみますね。少しねこの端に指を入れて、でなんていうのかな、端だけ伸ばすとここだけは伸びるから、ちょっと、真ん中辺までこの下の指をね、真ん中辺までこの辺までこう入れて、少しずつこうやって引っ張るので、一箇所だけをぐーっと伸ばすんじゃなくてちょっとずつやってきますね。真ん中まで入れてスーッとスーッとね。はい、そしたらね少しずつ潰していくんだけど、さっきも言ったように周りのところだけは触らないようにして伸ばしていきます。中央から外側にね。この時ねあんまりこうまん丸くしようっていう風にしなくてもね大丈夫。あの四角いね鉄板で、まあこれも四角だけども、こういうなんていうんだろう、正方形のこういうのでやるときはこの形にやってもいいので、あのこの形はねあんまりなんていうのかな、神経質になりすぎずに、ちょっといびつでもね美味しそうだよ、そのいびつな感じが。はい、こんな感じかな。はい、そしたらね、ここに、先ほど用意したこのピザソースね、はい、これをねのせていきます。あ、そしてまた私先に言うの忘れちゃった。これをね用意する前に、オーブンの予熱をしてほしいんです。これだいたいねいつも用意するのに10分ぐらいかかるんですよ私。でちょうど予熱にうちは10分ぐらいかかるので、この、ピザのね生地を触ると手が粉っぽくなっちゃうから、その前にいつもね予熱を入れます。はい、こんな感じかな。そしてですね、あとはもう本当に好きな順番に好きなだけこう乗せてください。あ、そうそう、ちょっとねオリーブオイルをやると美味しいんだ。はい、気持ちオリーブオイル今垂らしました。で、ニンニクを今乗せてます。ニンニク美味しいですよこれ。全体的にね、OK、でね、どうしてもこの真ん中っていうのは火が通りにくいので、真ん中だけにこうね具材が集中しないようにばらした方が、まんべんなく焼けます。ピザソースもそうね、どうしても端が薄くて真ん中に寄りがちなんですけど、ピザソースにしても具材にしてもこう真ん中だけにかか、集まないようにねした方がいいです。そしたらですね、ちょっとこれ多いけど、まあソーセージ乗せます。全部乗せちゃおう。ソーセージも大きいんだよねこっちのね。はい、こんな感じかな。 OK、
で最後彩りに、今日はピーマンね、グリーンペッパーをスライスしました。 OK。 そしたらですね、モッツァレラチーズ、あ、これ切ったの忘れた、いつも段取りが悪いんだよね、ごめんなさい。はい、そしてね、あ、これスライスしてあるモッツァレラチーズだった、よかった。はい、これスライスしてあるからこうやって、よいしょよいしょ、こんな感じかな。はい、大胆にのせていきます。で、あとは、その周りにチェダーチーズ、ね、これ全部はちょっと多いかな、200は多いね、150ぐらいで十分だ。はい、こんな感じでいきましょう。そしたらですね、これをその予熱してあるオーブン、210か230度ぐらいで11分ぐらいかな、ちょっと時間はまた後でお知らせします。はい、じゃあ焼いていきますね。はい、焼き上がりです。美味しそう。はい、でね、ここにまた、オリーブオイルをねちょっと垂らします。この周りに垂らすんだよね、いつもね。オリーブオイルじゃなくてね、ガーリックバターをこう塗る時もあるんですけど、今簡単にオリーブオイルを、かけました。はい、であとはね、これもカットしていきます。はい、ちょっとね熱々だから火傷に気をつけながら、よいしょ、ね、具材がいっぱい乗ってたりすると下がね焼きづらいので、あ、またひっついてるな、でも焼けてる焼けてる、下をね焼けてるかどうかを必ず確認してください。上がねこうチーズが焦げてたりして美味しそうでもね、下がね焼けてない時があるので、おっとっと、よいしょ、はい、感じですね。あ、ちょっと切れてないか。あ、ちちち。あ、これね、またくっついちゃってるから、ちょっとね、皆さん手粉をやるときもうちょっと多い方がいいみたい。はい、こんな感じです。ちょっとこれだと。辛いから、よいしょ、ちょっとフライ返しで失礼します。わあ、すごいね、モッツァレラチーズが、はい、おっとちょ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 垂れちゃった、近くでお見せしたいけども、はい、こんな感じね。はい、ということで、とっても簡単です。ピザってね豪華に見えるけれども、すごくね簡単にできるので、ぜひ皆さんもやってみてくださいね。前の日に仕込んでおけば、あとはね、冷蔵庫にほっぽっておいて、まあ、3時間ぐらい前に今日はお昼に焼こうと思ったら朝のうちに出してね、それで1回こういうふうにホールディングするだけで簡単にピザの生地もできるのでね、ぜひ、挑戦してみてください。今回はですね、簡単にできる、インスタントドライイーストで作る簡単にできるピザのご紹介でした。これからもね、いろんな簡単にできる、パンのレシピもご紹介していきたいと思いますので、よかったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それから美味しそうとかやってみようなんて思った時には、このビデオに、いいね、なんだっけこれ、サンバアップっていうんだけど、これなんだっけ、いいねボタンみたいなのもあると思うので、そちらも、押してくれると嬉しいです。ということで、今日はここまでになります。またね、次回の動画でお会いできたら嬉しいです。それでは See you next time!